大角さんととの思い出とか印象に残ってる会話隅さんは本当にお世話になって、はい、印象に残ってる会話は、えっと、大角さんの後輩の方たちも、えっと、僕タトゥー彫らしていただいてて結構いろいろな人に。でその後に僕大角さんにタトゥー彫らしてもらったんですよ。で彫らしてもらい始めた時になんかその時まだやっぱ大角さんの。 後輩やし、あのー、僕もまだまだこのしっかりやっていけるって感じの時でもなかったんで例えば福山で働いた時だったんで、はい、えまあお金まあその後輩の方たちから取らなく掘ってたんですけど大隅さんに例えば掘った時になんかいつも後輩とかタダで掘ってるでしょみたいなそうやって「ああそうっすね」って言ったら「俺がみんなの分払うからこれからもみんなの分タダで掘ってあげてね」って言ってめっちゃ多くお金くださって毎回っていうのが一番覚えてるとかかっこいいなって思いましたね。 超かっこいいです、えー、わそれはかっごい、はいあの一番最初は大角さん「フェノメノン」ってブランドやられたじゃないですか。はい、なんで「フェノメノン」をやめるってなった時に一旦やめるってなった時にロゴを最初に彫らしまったのがスタートで大角さんそれまではなんかあのタトゥーそんなめっちゃ入れたいって多分思ってなかった。 個入れ始めたたややっっっぱり増ししいいてて、な掘まんかあのショベルカーとかやっぱセンスがすごいいいんでなんかいろんなものを掘らしてあと友達のバンドのロゴだったりとか結構大角さんもなんか僕の入れ方に近いじゃないですけどなんかほんと好きなものポンポン入れていくみたいな感じなんでもう言い切れないぐらい掘りましたね結構色々。うん